前髪はね、この前公演の時に切りました。バイチさん天使ありがとうございます。カンさん天使ありがとうございます。クキオさんキラキラありがとうございます。ケンちゃんさんじゅうありがとうございます。ハルミさんキラキラありがとうございます。パパさん天使ありがとうございます。シンジーちゃんさん天使ありがとうございます。ネイルしなきゃそうだ、暗いんじゃ。さあ電気暗い方が好きだからさ、暗くしちゃうんだけどさ、ネイルするときってさ暗いの向いてないんだよねどこやったっけ。こんばんは。ネイルの時って暗いの向いてないんだけど、うん、リモコンが不在だ。しゃ、わかんない。ちょっと私の今周りにね、ちょっとネイルのものとかあるからさ、物が多いぜ今周りが。うん、どこ？にゃーわかんない本当に。どっかどこやったっけ。あるとかないかな一回経ったらあるとか。一回ちょっとついてみよう。なんかどっか置いたかな。あー、香水を探してるときって出てこないんだよね。諦めよっかにゃん諦めちゃおっかにゃん。もういっか。あった、発見。明るくします。発見しました、無事。なんかそう、なんかあのあれだよね、目の前にあるのに見つけ出せなかった。灯台も音からしてたですね。めっちゃそれだった。めっちゃ目の前にあった。悔しい。あ、やだやだやだ、恥ずかしい恥ずかしい。発見発見。なんかさ、明日なのがさ信じられなくて。ちょっとしっかりしていただいて。ティッシュ頑張れ。ティッシュ気合出して、あなたにかかってんだからあなたにかかってんだから、ティッシュ気合いでしないよ。ちょっとさ、ちょっと暗くしよう。ティッシュやる気出してよ、ティッシュ。あ、ティッシュに全部かかってんだから。あ、来た来た来た、あ来た来た、オッケーオッケー。結局なんか iPad の立てるやつ見つからなくて、ずっとティッシュ。ああ、物で溢れ返っている今。ネイルしてる時ってもう周りに物がいっぱい困っちまうぜ。まあまあ明日ね、そう DMM で見てくださる方はね、一緒に DMM でね見てくださる方も一緒に楽しみましょう。
こんばんは。でもなんかすごい明日って感じがあんまり実感が湧かなくて逆に変な感じする。ヤッホン。今は爪の甘皮を処理してます。この何？食い気味のとこ。食い気味のとこ。ルルルン30ありがとうございます。お肌の調子のためにも早く寝たい。ワクワクするか？ワクワクしよう。みんなでワクワクしようじゃないか。そう、5期生も5周年ですね。ありがたいことにお披露目から、あらまあ早い。あ、よかった、夢だ。なんかさっきちょっとうとうとしてて、なんか、私なんかね、なんかすごい嫌な夢、嫌じゃないけどやばっていう夢見たんですよ。これは終わってから言うね。コンサートが、ゼップのが終わってから言うね。夢だ、よかった。あー、よかった。そうだよね、安心した。覚えてるかわかんないけど、私が明後日終わってから覚えてるかわかんないけど、夢だ、よかった。なんか、え、今からと思ったの、びっくりしたんですけど、ええと思ったら、あ、夢だった。ケロックに30ありがとうございます。ケンちゃん30ありがとうございます。しわさん中ありがとうございます。よかったよかったね、夢でよかった、安心。何のことかわかんないけどね、みんなね。ちょっと追加したい、ここに。ゆうまさん中ありがとうございます。そう、後でね、後で明後日終わってから。髪型はね、なんとなく決めてはいる。明日も明後日もなんとなくね。でもわかんない、私の気分が変わるかもしれないから。はるみさん天使ありがとうございます。いいさん、くたくたさん10ありがとうございます。でもね、今回はさ、ちょっと周年もね、ゼップもね、一回公演だからさ、そう外れたよっていう方もね、いらっしゃったので、ね、あ、まあどっちも配信、その DMM、明日は DMM で、明日は配信があったりするのでね、そちらの方でも一緒に楽しみましょう。アルケピーさんキラキラありがとうございます。ヒロタルさん10ありがとうございます。タカノさんキラキラありがとうございます。とりあえず左手は終わったの、今日の朝終わった。そう、今から右手をします。安倍川文字さんキラキラありがとうございます。ムースイチオンさん10ありがとうございます。
話さん、ありがとうございます。明日行きますか。おお、頼ってみましょう。ワクワク。でもなんか本当になんかあっという間すぎて、最初はさ、あるあるなんだけどさ、26まだまだだとか思ってたらさ、もう明日なわけでさ、なんかあっという間すぎて実感が湧かない。そう、 HKT は12周年で5期生はデビューして5周年になるんだけど、その実感もあんまり湧かないね。なっちゃんさん、高野幸、ありがとうございます。フォローしました、ありがとうございます。いろいろ実感は湧いてない、でも楽しみ。ね、なんかあっという間だった。高野さん選手、ありがとうございます。はるみさん10、ありがとうございます。スニーニーチャーさん、ありがとうございます。今はベースを塗ってるんだけど、こっちはちなみに完成した左手です。今回は爪の先にキラキラを置いてみました。こんばんは。このような感じになっております。そう、ハート、人差し指にハートと小指にキラキラを乗っけております。マンチクさん10、ありがとうございます。そう、最近はなんかこういうカラー、白っぽい肌の爪の元々の色っぽい色が好きで、そう、よくやってるんです。気に入っております、この色が。こんばんは。キャーイ、やった、ありがとう、嬉しい。じゃあみんなで明日、私が何の髪型するか予想してください。明後日も予想していいよ。明後日も大方決まってるから。1347日、ありがとうございます。1347、しんじいちゃんさん、バラ、ありがとうございます。パパさん、バラ、ありがとうございます。おめでとう、ありがとうございます。昨日何時に終わったかな、昨日何時に終わったか覚えてないかも。眠いと思って寝ちゃった。終わってお風呂入って。レモンさん、キラキラ、ありがとうございます。何をするでしょう。明日もだけど明後日も大体ね決まったのよね。多分ね、明後日は、明後日も明日もね、今私が決めてるのに変えることあんまなさそう。だからほぼ確で決まっております。さあ、当たった人には漏れなく何もないです。はい。何もないけど考えてみてください。こういう予想する時間って楽しいじゃん。当たった人には何もないですが。
漏れなくみたいなものはございませんけど。出てみてください。当たるかにゃーん。ただ言ってる、いいよ、私が正解知ってるんだから。私がニコニコするの。女王様すぎる。考え方が女王様すぎる。私がニコニコするからいいでしょって。バチさん欲しい、ありがとうございます。しかもなんか当てられたら嬉しくない？もし当たってたら嬉しくない？まさとしさん10ありがとうございますね。もしこれでみんなの想像どう想像予想してた髪型だったら嬉しくない？想像はちょっと嫌だった、予想って言って。そうでも、ね、もう結構私心に固く決まってるんですよ。そう、明日も明後日も。なんていう絵に。ゴルゴ13歳さん天使ありがとうございます。これでさ、私が気持ち変わったらあれだけど、でもね、みんなにさ、これ何、今私が明日何の髪型するよって言ってるか分かんないからさ、私が気持ち変わってもね、みんなは気づかないけど、この予想は何だったんてなるか。ふむ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 、にや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 。楽しみに、それも含め楽しみにしててください。ちなみにみんな、えとクイズはあさってだけど、この瀬戸りはね、えとはあさってですけど、なんか考えつきました？12曲じゃないか、3曲ヒントが出てるのか、答えが出てるのか、9曲なんかもうとりあえず予想はした？だってあれ全曲当たってる人いっぱいいないからさ、ね、滑り込もうよ。予想した？だってあれなんか A 賞 B 賞何人ずつとかあったけど、絶対あんなに当たってる人いないから、いけるいける。滑り込もう。だって全曲当てるのはもう絶対に難しいからさ、とりあえず予想するだけして、なんかそうちょっとでも多く当たるように。とりあえずね、出してみよう。しんじいちゃんさん天使ありがとうございます。そういうね、大事ですよ、学校のテストとね似たような感じですね。とりあえず埋めて出すっていう。そう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 、そう難しいよね。だって9曲当てなさいってね。ソシリン大佐さん10ありがとうございます。だからそう、多分きっとみんな難しいと思ってるから、そうあの何 ABC 賞のどこかにそう全曲当てなくても滑り込んじゃう。アフロヨージさん10ありがとうございます。ケンシサワキさんありがとうございます。むずいよね。
私もむずいなと思う。でもごめん、私は答え知ってる、答え知ってるけどむずいなと思う。なんかいろんなパターンがあるもんね。よいしょ。順位。カニ味噌さんキラキラありがとうございます。私たちと思ったんよな。確かに難しいか。そうだよね。でもどうなんだろう、なんか難しいね。なんか多分みんね考えすぎてもあれだし、むずいな。どう来るかだよね。ひねってるのかひねってないのかって思っちゃうよね。なんかいろんなパターンがあるわけだよね。めっちゃさひねりまくってるのかさ、それともドシンプルに来てるのか、おーって感じだよね。ね、頑張れ、応援してます。みんなの健闘を祈ってます。締め切りいつだっけ、いつだ。でもそう長くはないでしょ。もうちょっとで多分終わっちゃうんじゃない。もうあさってです。カズヤ2230ありがとうございます。そうだ、あんま伝わんないかもしれないけど前髪の宿毛矯正をかけたんだ。昨日のリハ前に病院に駆け込んで、朝もうちょっとね中がね汗をかいたらうねり始めてたから、これはまずいと思って、まあ、普通に予約していきました。はい、リハ前に行けるなと思ったので、昨日かな、昨日行った。前髪をきれいにしてもらう。そう、これでバッチリです。私は癖、もともと癖がすごい人なので、汗かくとね内側からねなんかうね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 髪の毛がし始める。長年の知恵を振り絞って、お楽しみにしてます。ワクワク。はるみさん星ありがとうございます。私は結構なんだろう、もともと爪が薄いので、そ
そう、ベースをね結構重ね塗ります。重ねて重ねて重ねまくります。ちょっと親指重ね、そう、爪がね薄いものでね、爪が薄いとね折れやすかったりするので、折れたら痛いじゃんね、折れたら痛いから折れないように重ねてるの。たいくのあたりさん10ありがとうございます。折れる、なんか1回だけ折れました。初めてジェルネイルした時かな、だから去年の誕生日ぐらいに折れたんですよ爪が。まあ、折れてはないか、爪にひびが入ってもうなんかギリギリだったの。そう、涙の表面じゃん。本当になんかひびが入って、こういう人差し指だったかな、なんかもうひびが入ってこの辺からもう割れかけてた、取れかけてたんですよ爪が。結構痛いんですよねその状態でね。そして急に爪が短くなるから、深爪みたいに爪が短くなるの。そうだから、そうならないように何度も何度も重ね塗りをしています。レモンさんキラキラありがとうございます。お疲れ様です。そう、爪がね薄いね。ナックスさんキラキラありがとうございます。なんか、うん、なんだろう、激痛ではない全然。マグネットネイルはなんて言ったらいいのかな、なんかこういう塗るやつにキラ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 が入ってるんだけど、あのキラキラが磁石で引き寄せられる。だからあれ何の砂のさ磁石あるじゃん、あそう、砂鉄、砂鉄みたいに塗ったやつ、その 塗ったところに磁石を持ってって、あのキラキラを浮き立たせるんですよ。砂鉄ってさ磁石持ってったらさグワーってみんなくっついてくるじゃん。あれとまあ似た感じで、でジェル マグネットネイルっていうのがあって、そういうなんか磁石に引き寄せられるキラキラが液体の中に入ってるネイルがあるんですよ。そういう、そうそうそう、そうで磁石を自分でこうやって持ってって、そのキラキラで出ってこせる。ネイル界の砂鉄だよね。知らんけど知らんけど、うん、ネイル界の砂鉄だと思う。ちなみに私ちっちゃい頃砂鉄大好きでした、集めてました砂鉄。そう、磁石を使ってキラキラをね浮き立たせてくるっていう、だからこの表現が正しいかわかんないけど、ジュータさん星ありがとう、キラキラありがとうございました。早いのではゆっくり休んでください、楽しみましょう。砂鉄大好きだった、なんかチャレンジとかでもらう磁石に砂鉄なんか、そうで砂鉄で遊んでた。まあただ遊ぶって言ってもね、砂鉄集めた袋に磁石なんか持ってってうわーっていうだけなんだけど遊んでました。そう、ひっついていくのを見るのが楽しくて、フォレストさんキラキラありがとうございます。楽しいよね、ただ磁石にくっつくの見てテンション上がってた。
バウチさん天使ありがとうございます。心躍る。パパさん星ありがとうございます。うごうごさんくまありがとうございます。お疲れ様です。こんばんは。なんでもまんまいい感じかな。もうちょっと親指頑張ろうかな。今回なんかつける。ちょっと前回つけたリボンが可愛かったから今回もつけようかなっていう。いや右と左は違う感じにする。左はもうこんな感じ出来上がってんだけど。あでも何爪の色とキラキラは一緒なんだけど、このハートとかこう小指につけてるやつを左右で変えようかなと思ってる。こんな感じです。ピールオフ、え、わかんないかも。私はいつも削っちゃいます。こんばんは。好奇心旺盛かな。あでも自分が興味持ったものは結構割と何それって言っちゃうかも。こんばんは。上手。嬉しい。でもパーツをねこの辺とかつけただけなんだけどね、もうあるパーツをつけただけって感じ。でもまあ前回に比べてちょっと爪が短くなったかなって感じですね。あとは河内さんありがとうございます。どうしてもさ自分がこうやって爪見てるとさこのこれこっち側が薄くなりがちなんだよね。自分から見た奥側の爪がちょっと存在をね存在は忘れてないけど、ああ、嘘にちょっとチミたちってなりがち。こんばんは。こんばんは。どうだろう、みんなと福岡でクリスマスの時に会う時はネイル変わってるから、まあ、でも1ヶ月経ってるから変わってるかもね。そう、周年までにネイル変えたいと思ってたの。ギリギリ間に合いそう。よかった。ハッピー。そう。間に合うか、ちょっとそわそわしてたけど。無事間に合いそうです。よかった。でもハッピー。
明日ご時起き、あらおやすみなさいまし、早起き頑張って、私も今日は早く寝ると思う。はぁ、ちょっとね、うん、お肌のためにも早く寝て、明日の朝早く起きて確認するっていう手段を取りたい理想。そんな理想を思い描いております。いつも言ってる気がする、テープロ。でもそう、なんかね、最近ずっとちょっと肌の調子が良くなくてね、嫌なんだよね。困っちまう。なんでお前さんはよりによってもこんな時期に肌の調子が良くねえんだって明日の配信はそう、夜にある。明日はそう、開演時間早いですからね、17時だよね。普通の土日の夜公演と一緒。私ネイルを人にする勇気はないっす、そんな上手じゃない。こんばんは。打ち上げでもあさってあるからねあさってあるから、そうそうそう明日終わってふぅーとかじゃないのよ。あ、明日のそう、あのそう、頭の脳みそを切り替えないといけないんですよ。あ、さてだと思ってミスターホワイトさん、キラキラありがとうございます。うん、明日終わってふぅーってなっても、二日酔いになるまでは飲まん飲まん飲んだことない。いいかな。どっちがもっと緊張する？え、今日は明日のリハしかしてないんですよ。そうだから、何、明日のやつは今日全部リハしたから、逆にそう、逆に明後日だよね昨日は両方したので、今日は明日の分だけしたんですよ。そうそう、劇場で実際にステージでやったから、髪トロントロンいいでしょ。レレレさん10ありがとうございます。そう、でもそう、初期入った頃からお世話になってる衣装さんが、そう、ご期生も5周年おめでとうってさ今日そう、差し入れをくださって、その上にそう、お疲れ様みたいな、そう、12周年おめでとうと、あと5期生も5周年おめでとうって書いてあって、すごい優しくて嬉しくなった。好き
そう、そうなんですよ。もう5年なんですよ。もう、ごめん、ね、早ーい。わかんない、早いのかな、わかんない、よくわかんない、体感。中さん、キラキラ、ありがとうございます。ミスターホワイトさん、キラキラと星、ありがとうございます。あ、そう、しれっと色塗り始めてます。しれっともうベースを終えて、ベージュ色を爪に塗り始めています。でもそう、オフしてしまえばね、結構ね、もうあとはデザインさえ決まってればせかせかは進みそうだけど、どうなんでしょうか。こんばんは。終わりますね、多分。だから終わらせないとですね。すぐに。でもなんか今のこの爪の形好きなんだよね。このちょっと長方形みたいな形。もうちょっとまあ先がとんがってた方がかわちいいのかなと思うけど。猫の手。ふう、早く寝ようか。大体いつもネイルするときは1日のまとまった時間でボーンってネイルをするんだけど、ちょっとね、周年前ということでリハがあって、そう、一気にすることができないので、そう、少しずつ進めてる感じなので、昨日からショールームではずっとネイルをしてます。ずっと25歳、あー、びっくりした。ずっと25歳でいてくれたら嬉しいって言われたかと思って、ずっと25歳戸惑っちゃった。まだ25歳になってないけど、私25歳で年止まっててほしいってやれたのかと思って、うん。ね、どうしてと思ってびっくりした。シンプル読み間違いあるよね。読み間違えちゃうよね。どんなに慣れ親しんだ日本語でも読み間違えちゃう。あ、21。でも違った、私が間違えてそう読んじゃっただけで。
5年ってあっという間なようで長かったのかなと思うこともあるんですよ。その理由の一つとしては、初期14人いた5期生が今7人しかいないことだよね。そういうのをさ感じるとさ、あっという間に感じるけど、長かったのかな、長かったっていうとなんかあれなんだけど、ね、あ、なんかちゃんと、なんだろう、5年という長い年月が経ってるんだなと思う。あっという間にも感じるけどね。そう、ねえ、みんなでね、ねえ、そう、多分それ相応の月日は経ってるんだろうなと思うよね。みんなで集まったのとか、14人で集まることって本当にはるちゃん卒業してからなかなかないからね。いつかね、14人で集まりたいね。あ、いい感じかも。爪色つき終わった。こんな感じですので、爪の先に次はキラキラを塗っていきます。アイブ順でラスト、今本当だ。そうだね、私5期生アイブ順にしたらラストだね、今田中。本当だね、確かに私のね、アイブー順で後だった。みやびもりみかもわからん。確かに大分で言ったっけ、もうなんかもう言ったか、確かに言ったね。そうだね、なんかそれもびっくり。でも5期生でさ、あ行とさ、なんだ、あゆ多くない？あゆとその家業らへんが多くない？あとかにクッて詰まってない？前半多いよね。コーンおじさん10ありがとうございます。トモセッターさん10ありがとうございます。仕事頑張ってください。そうね、同級生はりのちゃんだっけ、りのりのりこちゃんだっけ。でもなんか私、なんか小学生の時にめっちゃあ行が多いクラスになったことがあって、なんかあだけでその時クラスが40人だったのかな、40人クラス中12、3ぐらいまであ行だったの。多くないって。え、ちょっと多くないって思った。すごい多かったので、私だって田中なのに40人中29番だったよ、その時。ゆっくりだよね、ゆっくり。そう、最初の、そう、
名前の苗字に固まってた。すごい。そうそうそう、40人かな、いて田中で29番とかだったから、そうそう、あ行が多かったね、本当に。もうすごかった、一生あ行の名前なの。だってなんか大体苗字あの人ってさ、出席番号1番になるじゃん基本的に。もう私が僕が1番だみたいな感じなんだけど、あ行あの中、あ行のあの中で競ってんの、競ってはないか。そう、あだけでもね 3,4 人いたのだって。と思って、あが3人4人いて、それでいもなんか2人ぐらいいて、うはいなかったのか、なんかそうすごいのよ、なんか、なんかそう小学生の時のね、そのクラスはすごいあ行がもう極端に多かった。でもあが苗字の一文字目だったら絶対に一番だと思うじゃん、違うのよっていう。は行、は行確かそうね、むしろそうあでね、競ったんだけど、多かったですね。安藤さんとか足立さんとか、忘れちゃった。ピンとこなかった、出てこなかった。バイトな、しんじいちゃんがキラキラ、ありがとうございます。ミスターホワイトさん欲しい、ありがとうございます。私はなんか田中さんと同じクラスになったことがあるんだけど、田中までは一緒なんですよ。まあね、一緒だ。そう、田中同じ名字だと下の名前で競うんですよね。下の名前がそう、どっちがそう、私いおりなので結構ね強いと思われるじゃん。田中あの人がいたの。私田中いなんだけど、そう田中あさんがいて、そうその人の後ろでした、出席番号。別に 前だからいいってことはないんだけど、そう私田中いなん、田中いなんだけど、田中あが いたのよ。結構あいうえお順で言ったらね、いってね強いのにね、2番目だからね、めっちゃ強いはずなのに上がいた。上には上がいた。そうだから、そうあかりとかあいりとかの名前の子がいたんですよ、田中さんで。まあ別に早ければいいってことは何もないんですけどね。キラキラもキラキラの密度を増やすために二度塗りします。よし、キラキラよ、乾いてこい。でもそうだね、同じ苗字ね、
意外と聞き分けられるけど、呼ぶ方の方が困るのかな。なんか田中さんはね、聞き分けられるんですよ。あ、私じゃないなーって。そうそうそう。でも呼ぶ方が神経使うよね、多分。まあ、なんか分かるんだよね、なんとなく。ああ田中って言ってるけど多分私の田中じゃないだろうなとかね。なんとなくね察するんだけど、多分ね、呼んでる田中さんを呼んでる方の方がね神経使っちゃうよね。田中ってなるよね。ちなみにキラキラだけ乗りました。なんだろうね。ちょっとキラキラ足す。んで。前回つけてたリボンが可愛かったから今回もつけちゃうぞ。どこ入れたっけ。あった。バイク野郎さん、ありがとうございます。なんだろうね、不思議とね、なんとなくわかる。ああ、私じゃない田中だって。よし。じゃん。これを右手の薬指につけます。見えないね。はい、右手の薬指につけていきたいと思います。どちら向きにしますか。こうやって見た時にハートと同じ原理ですね、なるようにつけます。ただたんたんさんです、ありがとうございます。歯医者さん作業はね昨日で終わりました。とりあえず場所を決めたい。よし、ここかなって決まったらとりあえずちょっと仮固め。タンタンさん、ありがとうございます。時間過ぎたかな、過ぎたかもしれないね。よし、倒れないで、気合を入れてティッシュケース。
しよう、気合い入れるの。ピンと立ちなさい、シャンとシャンとして。ありしてちゃんとして怒っちゃうよ。ティッシュケース、私鉄五郎三世さん、かわいい、ありがとうございます。プンプンしちゃうよ。ちゃんとしてくれなきゃ怒っちゃうパッドスタンドは見つからない不思議、どこ行っちゃったんだろう。家出されちゃった。新しいポンポンさん、天使とキラキラ、ありがとうございます。今はリボンの下の隙間を埋めてます。下の隙間を埋めることによって、このね、あの隙間とかに引っかからない、お洋服とかが髪の毛とかが引っかからないように隙間を埋めています。そうじゃないと、なんかこうやって髪の毛シャッてやった時とか、髪の毛洗う時とかに全引っかかりするんですよそう、全部引っかかると困っちゃうじゃん、生活するのにねそう、だから埋めます。爪ってちょっとさ、U 字にカーブがかかってるけど、パーツってなんかカーブがかかってないんですよ。基本的に平らだから、 U 字のものの上にさ、こうやってえって平らなものを置いたらさ、この顎みたいに隙間ができるじゃん、この左右の顎みたいにそう、この左右の顎の間を埋めてます今。ちょっと私例え上手だね、嬉しい。ね、分かりやすかったよね今、嬉しいでもね、自分でも結構分かる、こういった顎を置いた瞬間分かりやすいと思ったん、結構テンション上がったでも私はこの隙間を埋める作業がとてつもなく苦手なので、はい、頑張ってます。でもこの苦手なんだよね、この隙間を埋める作業っていうものが。
結構いい感じに埋まってはいる。一回ちょっと髪の毛触って考えてみる。ああはいはい、まあまあまあ埋まってはいそうだね。もうちょっとかな。そう、髪の毛基準ではある。髪の毛引っかかんなかったら大抵洋服も引っかかんないんで。どうしよっかな。この次、え、薬指は決まったじゃん。ちょっとロムさん、雨ありがとうございます。こんばんは。どうしようかにゃ、でもあとちょっとで終わるよ、ルン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 、寝よう。うん、どうしようかにゃ。モンクレープさん、キラキラありがとうございます。よし、決めた。せい、決めたぞ。チキと、全員集合チキ、すごいね。すごいね、その全員集合チキすごい、ね。どこにつけそう。人差し指に。人差し指につけたいので、何弦にしようかな。5じゃ多いかな。 1,2,3,4,5 じゃ多い。5でいいか。5にしよう。チェーンをつけます。あっ、そっちね。え、あー、結構前のが届いたね。そうなると、おめめとう、ありがとう、応募してくれて。1,2,3,4,5。1,2,3,4,5。こ。
頑張れ。1,2,3,4,5 ここ。これは細かい作業苦手なんだよ。1,2,3,4,5あ、来た。おいー、いいじゃん、いいじゃん。あ、4つなんだけど。あれれれれ、おかしいぞ。以降なんか単体で落ちてるぞ。まあ4つでもいいっしょ。あれれ、5つ切ったはずなのに4つになってるぞ。私の切り方が悪かったですね。まあまあまあ、4でもいいでしょう。いいですね。1個減りました。でも多分ね、5だったら多分ギリギリだったから読んでよかった気がする。よいしょ。不思議だな、欲しいなぁ、とっても。あ、やだ、最悪、最悪じゃない、そんな最悪とか言わないの。はい、はい、人差し指につけていきます、この切ったチェーンを。場所を整えます。うん。よし、固めた。でもネイルするとさ、絶対に見せれないんだけど、周りがすごいことになると出したものをそのままにしちゃうんですよ。そう、次から次へとね、いろんなことをそうしようとしちゃうからさ、絶対に絶対に見せられないんだけど、そう、散らかってるの、テーブル。可愛く言うとすごいことになってるで、分かりやすく言うと散らかってます。
今洗濯始め1時、長いね洗濯絶対に iPad 倒れたら許さないからな。そうね、生活感がいい感じに出てるってことだよね。いい風に言うと、あ、そう、これもなんだろう、ちょっと段差をなくしますね。段差なくす、うん、段差なくす、ちょっと爪よりベッて出てるから、その出っ張りを気にならないようにします。急な段差はね、足腰に悪いのでスロープをつける感覚ですね。足のネイルはね、足のネイルはしないかも、大変あと私あんまね爪が可愛くないの、なんか爪がなんかちっちゃいんですよ、みんなちっちゃいか。でも私なんかね、小指とかマジ爪こんぐらいしかないの、小指の爪が見えなかったね、みんなに全然。本当に私なんか、え、小指いるみたいなそう、爪切ったら小指の足の爪ね、小指の足の爪切ったらマジで本当に本当になくなるのえって。杉太郎さん、キラキラありがとうございます。なんか親指の爪はちゃんとあるんだけど、なんか人差し指から急激に存在感が消えるんですよ。マジで本当に本当に本当にないだからネイルしなくてもいいかなと思ってそう、爪がねすごいないの。このぐらいなんだろうね、すごい足の小指とかすごい全然ない、切ったら。どうだ、こんな感じです。右手なんかもう一個どっかにキラキラつけたい気もするな。そんな気がする。いやあ、危ね。よかった。確かに、まあ平均どんぐらいがね爪の大きさなのかは分かんないけど、私もちょっと、あんたでかい、あんたちょっとでかいか、ちょっとでかいね。選手交代。あなただとどう、ちっちゃい。あら、びっくり。どうだろう、あなただと逆に大きいかしら。で、もう一個のっけたいな、ちっちゃいのでいいか。よいしょ、大きい。おいし、ちっちゃいのをつける、つけたい。そう、出てきて、イエス。大きさ同じ、もしかしてほぼ一緒やね。なんかサイズの大小あるかなと思ったら、あんたたちほぼほぼ一緒やね。あ、でもちょっと違うね。でもほぼ一緒だねちょっと代償あるかなという、ちょっとだね本当に君たち。そうなんだよね、私が今持ってる一番ちっちゃいキラキラがね、あんまちっちゃくないんだよね、言うほど。
しょう。もう一個いたらうるさいか。杉太郎さん天使ありがとうございます。パーツはねそんなに高くないんだけどね、なかなかね買いたい買うタイミングがなくて買ってないよね最近。あちゃっぽさすがにな3つはな乗せすぎな気がする。大きいからね割とねんちみたちが。うん、なんか違う、なんだか違うよ。なんか大きいの。まあちょっとねどの大きさのパーツをつけるか悩んでるところでございます。そうパーツ買いたいなと思って最近なかなかタイミングなくて買えてない。おあんたさっきと同じ同じ大きさかな、わかんない、なんかずっと見てたらなんかわかんなくなってきた。5期生のラインが動いてる。かわいい。いやちょっと待ってね、ちょっと決めるね。どうする、なんかしない、私既読つけるタイプだから。今ちなみに既読すらつけてないけど面白い。みんな喋っとる、みんなは喋ってないか。みんな喋ってないけど何人かが喋ってる。なんか違うな、うーん、ね、ブーブー言ってる。もう一言ブーブー言ってるね。話に加わる、私基本的にあのグループラインとか喋らないタイプの人なので、そう既読をつけてニコニコしてるタイプの人です。そう、そう仕事の連絡とかだったら分かりましたとかそうすぐ言うんだけど、みんなでおしゃべりしてたから、特に返信せずに見る。
よいしょ。そう、なんかね、ちょっとグループラインとかで話すのがね得意じゃないからさ、だって既読のつく数が怖いじゃん、あんな大きい、あ、大きいっていうか、あんな多いね既読がついたらドキドキしちゃうね、緊張しちゃう。あ、水筒の中身のあれ私がツイートしてたの、えぐあ、あれ私なんだ。もうなんか自分がツイートしたことなんかもうちょっとあんまちょっと覚えてなかった、恥ずかしい。私だったあれやめてやめてそう、なんか5期生はなんかパーツ1個どっか飛んでった、そりゃそう、つけてないもんねえ、やだ、後でコロコロしよう。なんか5期生は昇格する前だよね、結構あった。なんか大なんか最初その今の6期ちゃんと同じように、あの共同アカウントだったんですよ、個人アカウント、ツイッターの自分の持つ前に5期生みんなで共同アカウントがあって、そう、そこでツイートをしてたんだけど、そういかに毎日そうどうツイートするかみたいな命かけてたんですよ。もうそこしか SNS がないから、その時そう自分たちができるSNS、 インスタとかやってなかったしから、そうツイッターだけなんですよ。でどうね、どうこいつおもろいなと思ってもらうかっていうのに勝負してたから、結構恥ずかしいよ、ちょっと恥ずかしい、今見ると恥ずかしいツイートばっかりしてる。でそう14人みんな同じアカウント使ってるから、絶対最後に自分の名前を書かないといけないっていう最後かどこでもいいんだけど、ちゃんと自分の名前をね記入するっていうツイートのルールで。よし、固めよう。リップするの緊張してた。あ、まあ確かに。確かにそうだよね。だってみんなに見られてるもんね。みんなだってそのアカウント使ってるからさ、14人から見られるんだよね。そっか、確かにリップ緊張するね、みんなに見られるもん。今だったらまあまあまあ 見ようと思ったら見られるけどさ、違うじゃんね面白いよね、なんか、ああ、ニタニタしちゃう。でも私も忘れちゃった、私5期生のツイ、あ、私5期生のアカウント入れるよ私はまだ入れるぞ5期生のアカウントにまだいけるわ、ちゃんと持ってるわ。そう
登録しっぱなし。でもなんか本当に、え、私一時期いろんなことし、なんかさ、そういかにうえってそう興味持ってもらうかっていうのに命かけてたから、多分あの時ね。やだリアチがすごい楽しんでるツイッター、それごとに。なんかすごいね、若いね。でも初期の頃の私の前髪はマジで何これって感じだから、うん、仕方がない、事実。こんばんは。できた。あとはこの上にトップコートを塗ります。前指にちょっとキラキラ2つ乗っけてみた。いい。そう、ちゃんと名前書いてんだよ、あの時。誰がツイートしたかね、分かるように。よし。イブイブが凍結、なんかハルタム、ハルちゃん、ハルちゃんも一回なんか凍結してさ、ハルちゃんこのアカウント使いますって言って使ってたよね。凍結しちゃったのでこのアカウント使いますって言ってたよね、ハルちゃんも一時期。難しい、みんななんか顔が若い、本当に。って考えるとやっぱ時間って経ってるね。よし、固めます。こんばんは。
まあ多分明日は何だろう、楽屋は多分木ごとになるので、多分こういう話をキャラキャラしながらメイクをしてると思います。大体こういうね、周年の時って楽屋がね、何期生やここ、何期生やここみたいな割になりがちなので、教えてくださりありがとうございます。わあ、ツイートも、てかもう23時なの、イグ結構やってたね、時間かかった。あともうトップコートを塗り塗りしたら終わりです。今塗り塗りしてるんだけどね。よし、固める。リナノさん中ありがとうございますね。多分何の話したかね、覚えてないぐらいそんな話をしてる気がするけど、あ、いいんじゃないかな結構。どうだろう、あ、ちょっとまずい。まあまあまあ、後でどうにかしよう。もうちょっとやろう。じゃあ55分になったらランキング見ますね。みんなに完成ですってしたいけど、なかなか完成できない。いいよ、大丈夫大丈夫。いや、私ね、私は最近麦茶ばっか飲んでます。わあ、お尻があったかい。どうだろう、いけるかな。髪の毛検査、まあいけるか。よし、まあいけなかったらまた考えよう。完成です。じゃーん、出来上がりました。とりあえずこんな感じ。まあ後でまた微調整するかもしれないけど、終了でございます。よかった、無事に完成して安心。これで安心して今日は寝れる。よかったよかった。
安心して寝たいと思います。寝て朝起きて確認しよう。イエイ、お疲れ様です。じゃあランキングを見たいと思います。楽しもうね。13位レレレさん、ありがとうございます。12位イーイさん、ありがとうございます。11位はるみさん、ありがとうございます。10位コンジーさん、ありがとうございます。9位グッサンさん、ありがとうございます。8位ナナシさん、ありがとうございます。7位タダタンタンさん、ありがとうございます。6位シンジーちゃんさん、ありがとうございます。5位タッちゃん、ありがとうございます。4位パパさん、ありがとうございます。3位バウチさん、ありがとうございます。2位杉太郎さん、ありがとうございます。1位井上幸寛さん、ありがとうございます。それでは今日も長い時間見てくださり聞いてくださりありがとうございました。明日は劇場に来てくださる方も DMM で見てくださる方も一緒に楽しみましょう。そしてまあ5周年を迎えるゴキちゃん、 HKT は12周年を迎えるので、まあなんだろうね、まあ楽しみながら、あ、そんな感じで、ね、成長した姿をお見せできるように頑張りたいと思います。それでは皆様おやすみなさい。バイバーイ。おやすみ。